えー、本当のことを本当のことだと言わなければいけないぐらいそうでもなさそうなものが多いんです、今日その辺もいろいろ突っ込んでいきたいと思うんですね、えー、もう本当はいろいろ話したいことあるんですよ、この2年間のこと。 ね、Facebook でちょいちょいは出してますけれども、えー、最近起きたこととか、ね、もう感じてることとかとにかくいろいろ話したことたくさんあるんですけれどもするともうまた二松化に叱られます時間がなくなっちゃうんで今日はこのグリッドというとっても大切なテーマなんでちょっとできればサクサクいこうと思ってますねやり抜く力です気骨です気概骨の髄にあるもの いいと思いません気骨着替えやり抜く力情熱です動機づけられるものじゃないんです大体いいこのグリッドっていうのをねもうこれコミットメントからグリッドメント実はこのグリッドメントって言葉はですね桑原が作ったんですいろいろ調べてもなかったんであの商標を取ることに成功しましたなんかいいと思いませんグリッドっていうのはね叩いたら出てきますよ本も何冊か出てます学、えー、者さんが書いたのを日本語に翻訳してる本ですね えー、グリッドグリッドメントあとフルグリッドとかグリッドフルとかね、えー、メンターっていう言葉ありますけどグリッドメンターになろうよとかね、えー、そういった言葉をいろいろこう造語で作っておりますけれども、えー、コミットメントからグリッドメントじゃあ実態一体先生どういう内容なんだって一体グリッドって何なんだろうもう今日はサクサク入りますまるで呼吸をするかのように呼吸息吐いたり吸ったり呼吸してますね呼吸をするかのように物事を 達成していく力これよくないですかこれいいですねそして気がついたら達成に向かってるんです気がついたら達成に向か普通にしてても成果が手に入ってくるこれよくないですかこんななりたいですねそして燃え尽き症候群挫折感敗北感ストレスがなく輝きながら ニヤニヤしながらへらへらしながら達成しているあよくないですかねそして疲れないんです頑張ったリバウンドもない威圧感なんか偉そう立派そうすごそう全然ないでしょ穏やかににこやかに気がついたら達成に向かっているこれが皆さんがグリッドを得た時の恩恵ですこんなふうになります 私、30年この業界にいます、えー、23からやってますから、もう31年ですよ、早いですね、本当にいろんな方と会ってきました、特に経営者とかね、立派って言われる方、やっぱりピンキリですよ、でどこで見るかって言ったら、永続性があるか永続性がないか、そこだけ見ます、そこだけを興味があります、なぜならば、私、バブルの前からこの仕事やってますから、もう本当にひっくり返るぐらいなお金持ちいっぱい知ってます。 全然興味ありません。ポイントは何か永続性があるかないかですよ。一時の金持ちなんかいっぱいいますよ。だから本物は永続性です。そう見ていくとね、やっぱりこんな感じなんですね。穏やかです。よりますみたいな人はあんまりいません。できるみたいな人もあんまりいません。い <laughs> ますけども永続性がある人はあんまりいません。 例えば皆さんもいろんなこういったあの積極的で前向きな方だからこういった講演会とか来るんじゃないですかそうするとこういう方多くないですか私もいろいろ勉強しましたからあのいろんな方見てきましたけどこういう方が多いですね皆さんこんにちはっていう方がすごく多かったんですねでその瞬間なんか僕波長が合わないなと思ってそんなに力まなくてもいいしこの人家でおふくろさんにも お母様おはようございますって言うのかなってもしそうだとしたら本物だと思いますそうでしょねえ喫茶店に行ってアルバイトのお姉ちゃんにすいませんコーヒーをいただけますかって言ったら本物ですよでも大概違いますそんな時だけテンションを上げてテンションを上げようっていう言葉はやってません私本当好きじゃない苦手あのテンションの高い居酒屋苦手 できれば普通にしててほしい一回なんか仲間とこう楽しく食べて飲んでて深い話してるときに「皆様本日はようこそ」みたいな感じで店長から「皆様へのメッセージを預かっいきなり朗読始めてですね皆様が今あるのはお父様お母様なんかお説教始まっちゃってなんか普通がいいですね呼吸息を吸ったり吐いたりするかのごとく息を吸うようにアポが取れて息を吐くように契約取れたらどうですか オーバートークもなく変なギラギラ感もなく素で勝負して素が少しずつ評価されて集客できたりじんわりマーケットに信頼が広がっていってその結果永続的なリピートや紹介が来るそういったビジネスがいいような気がしますね燃え尽き症候群の方もいっぱいいますくたびれるんでしょうねそれはくたびれるでしょう これを手に入れる、これグリッドなんです、なぜならば、気骨着替え、骨の髄にあるものだから、するとね、ほとんど今日ここにいられる皆さん、おられる皆さんね、この質問が出てくるんです、もう吹き出しに書いてあるでしょ、桑原さん、モチベーションとの違い、なんなのって、ちょっと聞きたい人いませんえ、言ってる意味、なんとなく分かるけど、モチベーションとどう違う、安心してください、あとでばっちり腑に落とします。 とにかくこの状態なんですね。で、えー、と初めましての方はね、からない方もいらっしゃる、多いと思うんですけれども、えー、なんでこんな、私実は高卒なんですよ、新潟県十日町っていうところの実業高校っていう、ですね名前さえかければ誰でも入れる偏差値30代の高校が私の最終立派な学歴なんです。なんもないですよ、資産家の家でもないですよ、小野りさんですよ、私の時はですね集団就職の名残がまだ残ってたんです。 それでうちの実業高校からも銀座の松屋デパートのレストラン事業部だったら何人か入れるっていうルートで入ったんです一番最初ウエーターですよいらっしゃいませ寮生活6畳一間に布団が2枚引いておしまいいいらっしゃいませから入ったんです何もないんですただ一生は1回だなと思ってた この一生に一回の人生生まれられた育てられたなんでそんなふうに思ったかって言ったら私5人兄弟なんですけども本当はもう一人上にお兄ちゃんがいたそうなんです死産したそうですで私幼少期大やけどしてですね入院してただでさえも貧乏な家に手術代入院代かけさせて申し訳なかったなとかちっちゃい子って思いませんでした自分ちお金があるのかなとかちっちゃいながら心配しませんでした入院長かったです勉強で遅れました勉強しないと決めました 本当に迷惑かけてるなお兄ちゃんが生まれたら僕生まれなくて済んだのになとかいっぱい考えたんですこれ小学校3年生の時ですでもある時腹くくってじゃあ生まれられなかったお兄ちゃんの分まで2人前生きようと決めたのが私の多分きっとこのグリッドのきっかけだったんじゃないですかねなぜこんな私がこんな壇上でたくさんいろんなところで呼ばれます、えー、今度11日がまた九州大学で講演しますで今度14日が東大ですよ なぜ偏差値30の名前さえ書ければ入れる高校しか出てない桑原が東大で呼ばれると思いますありえないでしょうきっとこの現場学なんですそしてこの業界をコツコツとですけれども全然派手でもないです有名でも何でもありませんでもコツ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 やっていくとそんなところから呼ばれるようになるそしてこの秘訣とエッセンスメソッドが今いろんな経営者の方に口コミ口コミだけで広まってます じゃあ私がなぜいろんな会社今もたくさんの会社の顧問やってますたくさんのいろんな会社に出資して、えー、上場のねステージに上がってる会社も今3つ4つ増えてきましたやってることっていうとねたったこれだけなんですたった3つなんです3つなら覚えられると思いませんなんか西岡に何かメモ取るなとか言われてたんじゃないですか楽屋で聞いてましたけどな自由じゃないですかねえ なんかあいつ説教っぽいんですよ、僕にもいつも説教するんですよ。あのメモは取っちゃいけませんけど、オッ OK です、それの方がいいでしょ、たった3つですから、これ引っ張らないでずばりいきます、本当にこの3つ、これだけで、今日もう帰っていいです、この3つ知るだけで、だって本当だからこう、たったこれだけなんですよ、どう思います上昇するっていうのは、浮力を上げるか。 重りを減らすすかなんんですそう思いませんこんな簡単なこと多分これ小学生でも分かりますよ小学生でも分かるでしょでこの浮力を上げるってことと重りを軽くする減らす外すっていうことが皆さんの現場や業態によってちょっとずつ違うだけ例えば会社経営やってる方今日もたくさんいらっしゃいますね浮力を上げるっていうのはどういうことですか営業力を強くして売上自身を上げていくそしたら会社っていうのは上昇しますね 重りを減らすのこれも簡単でしょ無駄な経費を削減していくシンプルにしていく断捨離する見直す、まあ、リストラという言葉も流行りましたこれだけですよたったこれだけなんですこれを今度皆さん自分の場合やって当てはめていけばもうそれでよしさあちょっと皆さん考えてみてくださいね 魅力を上げるのか長所を伸ばすのか短所を減らすのかこんなふうに置き換えるとちょっと自分ごとになりやすくないですか皆さんちょっとだけ想像してもらっていいですかじゃあ特に女性の方は想像しやすいかな一晩デートをするとしますよ、ね、ちょっと臭いキムタクかめちゃくちゃ爽やかな香りのする千田蜜をこれどっちがいいですかね 魅力が高ければ多少な重りがあっても上昇しますねどんなに魅力高めても重りの方が多かったらそれは残念ながらこの塩梅なんです世の中ってわかりやすくないですかもう今日ヤフーニュース驚きません南海キャンディーズの山ちゃん蒼井優ちゃんと婚約もう許せない本当に。 山ちゃんね書いてましたよ、ね、ルックスよりも実力の方がモテる時代が来たんだ彼はいろいろダイエットでもだいぶ痩せましたけどもやっぱ浮力上げたんでしょうね多少な重りがあってもこれ皆さんの場合どうするかだけなんです今日これを分かりやすくやっていきます面白くないですかさあ 永続性、安定性これはさっき言ったように鍵です私もたくさんいろんな方と会ってますけども私が興味があるのは永続性がある人そして安定感のある人ですねさあちょっと次見ていきましょう浮力を高めるさあこのグリッドに対して浮力を高めるということをぐーっとちょっと今日は絞ってきますまず何なのか珍しい切り口でしょうこれがいよいよ集大成ですよ脳内モルヒネなんです これ聞いたことあるでしょセロトニンとかオキシトシンとかドーパミンとかエンドルフィンとかテストステロンとか聞き慣れない方は今日ちょっとずつお勉強していきましょうね、えー、この中の皆さんで桑原みたいに学生時代全く勉強してこなかったという方はどれくらいいらっしゃいますかあよかったですねそしたらこれから少しお勉強しましょう。 えー、割とと桑原さん、あのー、いいか悪いかは別として学生の頃結構勉強してきたんですという方は、どれくらいいらっしゃいますかはいいありがとうございますそういう方はもう勉強への道がついてますからとっても有利なんですよ、今までやってきたのなんか無駄だったんじゃないかとか思う必要ないです、確かに役立ってるか立ってないか別として勉強するという道がついてるという意味では我々の勉強しなかった我々よりもよっぽどアドマンテージありますからねで、これからは今度、ちょっとこういうお勉強すればいい。で え桑原ささんんん意外こんなこなと話すのってて言うかもししれません安心してください私は脳科学者でもありませんし精神病棟の医者でもありません本屋行けばいっぱい書いてありますよネットでたたいたっていっぱい出てきますよそんなことはどうでもいいんですそれよりも皆さんの現場で機能するにはどうしたらいいかっていうところのチューニングが得意なのがこの桑原流なんですね これ見ていきまあとでゆっくりやりますから安心してくださいそして次は浮力を上げるあなたの自身の人生を向上させるこれは、ね、やっぱり、ね、メンタルのストレッチ伸ばすですこれは解釈力のアップこれはしょっちゅう言ってますいろんな DVD で必ず言いますねどう解釈するかが人生を作るこの解釈力をアップさせるそして次がこれかなり大事なキーワード連想力連想能なんです 連想する力そして切り替える力これも後で見ていきましょうねそして必殺技っていうのがあるんですね今日はこの話をしたくて今回この講演やってるんです必殺技ですよ何たって、まあ、ウルトラマンでいうと最後のスペシウム光線ですよあれで倒せなかったら終わっちゃうでしょあれで倒せなかったらもう3分切れて死んじゃうんですよ とということはもう桑原、これで皆さん変えられなかったらもう桑原もうおしまいですよ、これが必殺技、消化体に直接アプローチする、今日ちょっとドヤ顔でしょ、なんだって強烈な、もんこれ持ってますからね、どんなのが来ても大丈夫です、最後これ見てたら、最後みんなひれくつようになってますから、この必殺技なんです。 まあ、できればね皆さんここまでスコートしたいなと思いますけれどもまず浮力を高めるにはこの3つを覚えておいてください、ねあのー、必殺技以外のこのモルヒネとメンタルの件は今日、えー、だいぶつかめると思いますよ <music>